浦和レッズの武器西川修作は、6月15日の J1 リーグ第18節セレッソ大阪戦に1マイナス2で敗れた試合後、まさかの失点となった直接フリーキック被弾について、ちょっとライト、照明とかぶってボールが消えて見失ってしまったと無念の表情だった。動画、ボールが消えて浦和 GK 西川修作が悔やんだ直接 FK での失点シーン。 両チームが一進一退の展開を見せていた試合は前半42分、左サイドの低い位置で C ・大阪がフリーキックを獲得した。通常なら中央の選手へクロスを合わせるのが予想されるポジションからのキックだけに、西川は最終ラインとの間を詰めるためにやや前寄りのポジションを取った。ここで意表をついて C ・大阪の FW ・ルーカス・フェルナンデスはニアサイドの上を狙って右足で直接シュート。 絶妙なコースに飛んだボールは、ゴールに戻る西川のジャンプも及ばずゴール内へ吸い込まれた。ゴールに戻る際の挙動がバタバタした感じにもなった西川は、この場面について僕のプレーを見ている人には分かると思うんですが、普段やらない動き方をしていたと思う。ルーカス選手のボールが上に上がって、ちょっとライトと被ってボールが消えたというか、それで見失ってしまって、あのような動き方になってしまった。 それは反省材料で、普段やらないステップワークだったので、自分としてもちょっと信じられないゴールだったと感じた、と話した。年間で1試合か多くても2試合しか行わないアウェイの試合会場であり、ナイトゲームという条件も合わせると数年に1回かもしれない。会場の照明の角度などをどこまで頭に入れてプレーできるかという点で不運な面も感じられるが。 西川は今までそういうシーンがなかなかなかったので自分としては教訓にして見えない時にどのように動ききるかというところ。一歩目がどうだったかと言われたらそこはしっかりとビデオで見て自分の感覚と動き方を確認したいと話した。一方で このような位置のセットプレーでゴールラインのある5 5メートルの位置にグキがポジションを取るのは2021年にジョアン・ミレ、グキコーチが就任して以来で一貫して取り組んでいるとのこと。それだけに、自分もアタックに行ける距離、あの位置に立ってもしっかりと守れるというのは今までずっと積み重ねてきたもの。失点したからといって、一番やりたくないのは下がってしまうこと、とし、去年もそうだし、 今年もそここは貫いていいてくというとうろ失点はするかもしれないけど、トータルで確率を減らす、相手のチャンスを削っていく作業は、これからもしていきたい、と話した。昨季はガンバ大阪の FW 宇佐見隆にこのようなポジショニングをついて直接ゴールを決められた試合があった。西川は、相手もセットプレーに関しては対策していると感じているので、武器が出られない場所に、 蹴って,いてきて折り返しを狙ってくるチームも増えているし自分たちも研究に対してさらに上を行かないといけないと話していた。